さすがに疲れたな。12時間ぶっ通しだもんな。これで終わらす。早いとこ終わらすようぜ。きたー、ついについにテンパったぞ。E ピンは残り1枚か。出る可能性は五分五分だな。 E ピンが出れば、逆転さよならホームランだ。うりゃさあ出ろ E ピン。タキチンロとトリプル役満だ。おじさん？モーリちゃん、これなんでロンなの？だ、おっと、ブドウの皮が。ハク！ひょっとしてイーピンと見間違えたんじゃない？気の毒だけどチョンボだよね。これでダントツビリ確定だな。そんな。新一とラン、麻雀牌と七夕の思い出。ブドウの皮でハクがイピに見えたとはの、そりゃ傑作じゃ。あれ以来おっちゃんブドウ食わねえんだ。よっぽど懲りたらしいぜ。ハクってなんだ？イピンって何？僕もよくわかりませんけど、麻雀用語みたいですね。そうか、君たち麻雀は知らんのじゃな。確かこの辺にあった、これじゃ。わあ、きれい。これが麻雀牌じゃ。マンズ、ソーズ、ピンズの数牌に三元牌と風牌の字牌じゃ。あゆみ、この漢字読めるよ。東、南、西、北って書いてあるんだよね。そうじゃが、麻雀では中国風にトン、ナン、シャー、ペーと読むんじゃ。同じように1から9の数もイ、リャン、サン、スー、ウー、ロー、チー、パー、キューと読む。キューはチューとも言って、わしはチュー派じゃがな。この漢字がそうですね。でも5だけ余計なものがついてますよ。この人弁のついた5は金銭に関係するときによく使われるんじゃ。そもそもこのマンズは中国の昔のお金の単位がモチーフになってるらしい。ピンズもソーズもそうだよな。ピンズの丸はお金そのものを表してるし、ソーズの棒は昔の穴の開いた硬貨を通す竹がモチーフになってるって聞いたわ。これも数字なんですか？そうか、わかりました。ピンズはこの丸の数、ソーズはこの棒の数を数えればいいんですね。この鳥さんは？それはソーズの1じゃ。なぜ1が鳥なのかわしにもわからんが、じゃから例えばこのピンズで言うと、これがピンズの1でイーピン、7でチーピン、9でチューピンとなるわけじゃ。なるほど、面白いですね。俺よくわかんねえ。博士、さっき言ってたハクって？これじゃよ。ハク、ハツ、チュン、この3つは三元牌といってな、白い肌、緑の黒髪、赤い唇の美女の三大要素という説もあるんじゃ。はいはい。で、このハクにブドウの皮がついたのを見て、毛利君はこのイーピンと間違えたわけじゃ。似てませんよ。イーピンって周りは青いけど中は赤だし。バカじゃねえの？ようやくあなたと博士が笑ったわけが分かったみたいね。ああ、けどハクとイーピンの説明にここまでかけるか？
なんだ、擦り切っちゃうの？もったいないよ。